昔はね大変だったんですよ。いろいろお仕事とかね、なかなかうまくいってなかったりとか、シングルマザーだったりとかで、いろいろ本当にね大変で、お米が買えなくて小麦粉を買ってきて、お野菜も買えなくて、お隣のねおばあちゃんとかにね大根の葉っぱをもらって、なんかおかずにしたこともあるし、っていう時にちょっと今日はお肉が買えたよ、じゃあ何をしようって言って、大好きな大好きな子供たちが大好きな大好きな中華をね作った思い出、うん、ちょっと話が重くなってきたねというわけでね、まあ今回は作るのはこの豚こまを使って酢豚を使っていく作っていこうと思います。まあ豚こまを使うので、子供たち、ちっちゃい子供たちでもよく噛める、やっぱちょっと豚のね豚バラブロックだとちっちゃい子出してしまったりとかね、噛み切れなくて飲み込めなかったりするから、そういう時によく作っておりました。というわけで作っていきましょう。はい、それではタレから作っていこうと思います。まずお砂糖を大さじ2いきましょう。そして次は片栗粉が大さじ1入ります。こぶちゃん一応ねすぐ足りなかったね。あ、使い切っちゃった。こぶちゃんありがとう、ありがとうございます。こぶちゃん、ニューこぶちゃんをね今探しているのよ。ダメ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 、お菓子なんかダメに決まってるじゃんか。ちょっとね、はい、ちょっとちょっと、はいはいはい、向こうに行ってください。落ち着いてみんな、待って待って待って、ちょっと、おいおいおい、落ち着いてください。我が家と言ったらこぶちゃん、じゃんこぶちゃんを入れていきましょう。チロロロンと、ほら、テレンテレン、はい、そして次は我が家と言ったらペーパー、じゃんペーパーちゃんは先生こんなもんでいいですか、いいですか、ありがとうございます。それでお願いします、入れてください。先生ありがとうございました。はい、ウェイパーが入り終わりました。じゃあお醤油を3杯入れていこうと思います。いいですか、1、2、3、素晴らしい。次はお酒を入れていきます。お酒も3です。いいですか、はい、1、正解、最高、今の入れ方最高。お酢はね9入れるから、9いい、でこの持ち方だとグラグラになっちゃうから、この辺を持ちましょうね。9ですよ、いきます、数えてね、ほら、ビチャってなっちゃうから、もうちょっと下で。2の次は、それ何、3、そう、3、8の次は9、はい、終わりです、ありがとうございます。はい、じゃあ次、お水を入れていきます。お水は大さじ2入れますよ、1、2、はい、正解。はい、じゃあ次、じゃじゃじゃーん、ケチャップ、ケチャップ、ケチャップも9入れます。ではケチャップを大さじ9入れていきますよ、いきます、ブリ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 はい、入れて、1、1、8、9、9ですね、はい、オッケー。ベイパーがちょっと溶けづらいから、こうやって潰しながら混ぜてくれる、じゃあ一緒に混ぜようか、一緒に混ぜようか、あ、ウェイパーがない方は顆粒だしを大さじ1入れてください。ウェイパーを使う場合はこの水大さじ2をお湯に変えて先に、ね、ウェイパーと合わせて溶かしておくのもいいかもね。はい、タレの完成です。まずお肉に下味をつけるためにニンニクちゃんを適当よ、多いね、ちょっと上っ面返して、こんなの
生姜とニンニクは同量で、まあ大体小さじ1強ぐらい入れていきましょう。こんなもんかね。醤油を2、お酒、お酒を3、はい、お肉を入れていきましょう。さあ、お肉を入れてよく揉んでいきましょう。ギンギン丸に片栗粉振ってくんない？ギンギン丸って何？ギンギン丸。ギンギン丸に片栗粉をちょっと振ってほしいな。ふわってお願いします。いっちゃおういっちゃおう。はい、ありがとう。はい、では下味をつけた豚肉ちゃんをこうやって、まあ大体こんな感じかな。まあ一口大に丸めます。こんな感じ。そしてこれを片栗粉の上に置いていく。痛い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 、ひび割れが痛い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 。冬になるとあれよね、水物をよくやっているとさ、指が割れてくるじゃない。お手手が手袋をするんだったわ。さあ、全部丸め終わりました。で、片栗粉の上にね、のせましたよ。そしてちょっとこれをコロコロコロっと、全部コロコロ、だいたい片栗粉がつけ終わりましたね。きれいにね、丸めていきましょう。こんな感じでキュッとなりました。もう一つのお肉にしか見えません。これが細切れだなんてね、思いもしない。はい、お肉は丸め終わりました。一旦この子たちはちょっと置いておいて、次は人参さんをやっていこうと思います。人参さんを酢豚さんに、ね、よくあるようなちょっと小さめの乱切りにしていきます。はい、では人参がちっちゃめのね、乱切りが切り終わりました。こんな感じです。これをちょっとあらかじめ素揚げしていこうと思います。油で温めたフライパンに、はい、そろそろ人参がいいかな。人参をね、ちょっと下揚げつの素揚げしました。ではお肉も入れていこうと思います。さあ、お肉は揚げ焼きしていきます。180度ぐらいかな。まあ、細切れなのでね、火の通りは早いと思います。もう酢豚のお肉だね、これはね。本当に全然細切れには見えないじゃない。あ、いいじゃない。はい、じゃあ揚げていきます。豚こまなので、ある程度火は入りやすいですし、まあある程度したら余熱で火は入っちゃうので、少ししたら揚げちゃってください。さあ、じゃあお肉を揚げてる間にピーマンと玉ねぎを切っていきましょう。じゃあ、まあこんな感じ、大きめの感じでいきましょう。はい、じゃあ次玉ねぎを切っていきます。はい、玉ねぎはね、ちょっと太めの感じ、こんな感じでいいんじゃない。はい、こんな感じでやりましょう。さあ、はい、やっと下準備は終わったので調理していこうと思います。
まずフライパンにごま油を少々。ここからもうチャチャチャといきましょう。玉ねぎを炒めていきましょう。はい、では玉ねぎを混ぜ混ぜしていこうと思います。はい、玉ねぎがいい色になってくるかな、どうかな。ごま油の香りがとってもいい香り。はい、では玉ねぎも、まあ、ちょっとね炒まってきたらお肉をぶち込みましょう。じゃじゃーん、ぶち込む。よし、いいね、肉団子って感じじゃん。じゃあもうお肉を火取ってるのでね。次、人参も入れていきましょう。人参もね、あらかじめ素揚げをしているので。次、ピーマン、そしてもう次、タレを入れてしまいましょう。タレ入れます。どど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 どー、結構すぐとろみがついてくるので手早く混ぜてください。今はねシャキシャキ系で食べたいから、もうねそんなに炒めなくてもいいと思うよ。ほら、もうとろみすごいよ。ほらね、じゃじゃーん、いい感じ。はい、味見タイム。完成。美味しそうでしょ。うん、はい、よそっていきましょう。ちょっと待って、危険だわ。ほら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 、ほらね、ほらね。ブロックなんだよ、うん、塊肉って。それだとちょっとさ、なんかお肉噛むのあんま好きじゃないとか言う人もいるしさ、テビちゃんいるから豚こまでやった。でもこれ昔いい、もうキラとかちっちゃい時よく作ってて、こま切れで美味しい。美味しい、こま切れ肉で、うん、唐揚げとかもよくやってうん、昔ね。ちょっと覚えてみて。ほんと、めっちゃ強いと言ったからね。どう？美味しい。美味しい？何が一番美味しい？人参。人参美味しかった？人参はね、初めにちょっと火を入れてるからね、柔らかいし。お肉が一番美味しい。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 はい、というわけで、今日はね、タコマを使った酢豚を作ってみたんですけど、もうみんな好評でした。よかった、美味しかった。美味しい。というわけで皆さんもよければ作ってみてくださいね。それでは皆さん、またね。中華料理はご飯と一緒に